小倉純の47フォーカス、このコーナーでは日本中47都道府県で頑張っている吉本住みます芸人の皆さんの活動を中心にご紹介しながらですね、地方創生ってどういうもんだろうかご紹介しながら、いいヒントになればというふうなコーナーでもぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。コメンテーターの方をご紹介してまいりましょう。ジャーナリストの中村隆太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて今回フォーカスしてまいりますのは京都でございます。まあでも中村さん、京都って言ったらもう日本の中心の一つじゃないですか。やっぱりそのイメージとしては、その古都京都だったりとか、そのこう長い歴史だとか、伝統文化、そういったのをこう感じしますよ。でやっぱりその京都にはいろんなこうあの美味しい食材があったりとか、美味しい料理があったりとか、もう観光で行くにはもう素晴らしいところで、持ってこいですよね。持ってこいですよね。インバウンドなんか今の時期なんかもね、すごいですよね。もう神社仏閣にもうすごい人の列ができてますから、はい、そうですよね。ちょっと楽しみですね。はい、そんな京都でございますけども、今回は京都府の住みます芸人でいらっしゃいます、木下弱さんとリモートをつながしていただいてます。木下さん、よろしくお願いします。どうも、はじめまして、木下弱と申します。よろしくお願いします。ちょっと待ってください、木下さん、外あ、そうなんですよ。あの家の前になります。お家の前家か。そうなんですよ。ちょっとカメラ触れます。こんな感じ でちなみにあのここがあの僕がお借りして、やってる畑になります。へえ、なるほどね。緑多い。いやー、すごい緑深いところですよね。はい、では早速木下さんが京都府でどういう取り組みをしているかご紹介してまいります。こちらです。僕の住む町、京都府の京丹波町。京都府の中央部に位置し、全体の面積の 83% を森林が占める自然豊かな町です。水がきれいで昼夜の寒暖差が大きい、その環境から黒豆や丹波栗などこの土地ならではの特別な農作物ができ、京の都の食糧庫と呼ばれています。そんな京丹波町に2021年7月に移住し活動を始めました。何か京丹波町の力になれる活動をしようと思い、まずは町民の方にお困りごとはないか聞いてみました。いろいろなお困りごとを聞いていく中で、今というか京丹波町の食の町として、まあ、あの推進しているところはあるんですけど、昔からその伝わる郷土食っていうのを作る方がどんどん少なくなってきているっていうところを危惧されてまして、はい、まあ、それを、まあ、教会内でもどういうふうにというかどうしていこうかなっていうところを話しているところでした。はあ、なるほど、はい、観光協会副理事長にお会いし、さらに詳しく聞いてみました。その地域からお年寄りが、まあ、残念なことにその、まあ、お亡くなりになられたと、はい、しましたらね、はい、やっぱりその地域からその博物館が一つ消えたのと同じ値打ちがあると。あ、でも残せるものは何とか今手を打って残せればですね、残したいなという、まあ、そういったことを気づきましてですね。なるほど。ぜひちょっとそういうとこ行って教えてもらって、また伝道師になってもらったら嬉しいなと。うわということで郷土食を受け継ぐプロジェクトがスタートしました。なるほど、郷土食のプロジェクトですか、ね、すごく綺麗な地域なんで、はい、驚くほど自然がありましたけど、ちょっと場所をご紹介しましょうね、京都府の京丹波町、こちらでございますけども、はい、いやー綺麗でも吉田さん、本当に緑が深くて綺麗なとこですね。もう自然が豊かすぎるところです。豊かすぎますか。豊かすぎますか、はい、いや木下さん、もともと京都のご出身。僕兵庫県 の, 神戸市出身なんです。ああ神戸ですか。またおしゃれな町からいらっしゃいましたね。ああそうなんです。どうです、ギャップとかあります。いや、そうですね。で、この京丹波町に引っ越す前は大阪 の, 都市部に住んでましたんで、はい、まあその環境がもうやっぱ全然違うっていうのと、あと、まあ、その
空気はめちゃくちゃ美味しかったですね、まず最初来た時感じたんは。ああそうですよね、だってさっき川の水がものすごい綺麗でしたよね。綺麗でした。なんかもう、そうです、そう、画面を見てるだけでこれ行ってみたいなってやっぱり思いますもん。そう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 、そうですね、もうものすごい自然豊かなところでいいところです。おあと一つね、私木下さんに感心したのが、住みます芸人の方で、はい、その今地域の方にこう V でこう見せてたじゃないですか、はい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 、その質問の内容がお困りの方なことはないですかって質問されてたんですけど、はいはいはい、これってなかなかね聞けないこと、はい、実は私とかは例えば地域に行ったりとかしてその取材をするときはこういう街ってどんなこと街なんですかっていう、そういう入り口から聞いていこうとするんですけど、はい、何か困ってることございませんかっていうのはもう一歩進んだその入り方だなと思って、私はねそのねちょっと感心しました。ちょっとじゃなくてかなり感心しました。素晴らしいじゃないですか、うん、ありがとうございます、で郷土食の継承に関する活動をされるってことなんですけども、そもそも郷土食っていうもの自体、その地域の産物を活用して調理され伝承されてきた食べ物のことだそうでして、まあ、郷土食っていうといろいろなものはありそうですけどね。そうですよね、沖縄でいうとゴーヤチャンプルだったりとか、 あとはその秋田でしょっつる鍋だったりとか、山梨でほうとうとか、まあ、いろんなものがありますよね、うん、そうですよね。それを求めて我々観光で行ったりとかしますよね、はいはいはい、地元のものは食べたい、はい、そうですよね、はい、郷土食の継承ということですけども、木下さん具体的にどんなことをするんですか。レシピを、まあ、教えてもらって、まあ、一緒に作らせていただいてレシピを教えてもらって記録したりとか、はい、それをその料理を商品化を目指したりとか、はい、まあ、レシピのこう再開発とか、はい、まあ、そういったことに挑戦します。お困りごと聞かれてた中でこの郷土食っていうのに焦点を当てたのは、はい、木下さんのなんかこうこれだっていう感じがあったんですか。京丹波町がですね、京都府の京、まあ、の都の食料庫って呼ばれてまして、美味しい食材がめっちゃできる気候とかそういうことによってこの京丹波町ですごい美味しい食材ができるんです、はい、農産物が、農産物ですね、はい、だからやっぱ食の街って言われてますんで、やっぱ食に関することをやれたらと思ってそれに決めたという感じですね。すいません知識がなくて、京野菜みたいなものが多いんですか。はい、あ、そうです。あとこの山の山間部のこのちょっとところなんで黒豆とか、まあ、丹波の黒豆って全国的にね有名だと思うんですけど、そうか、まあ、その丹波地域なんで京都府の中の、うん、でその黒豆とかあと丹波栗っていうの、まあ、大粒でごっつい甘い栗あるんですけど、栗とかでさっきも川の水きれいかったんですけど、鮎とか、はい、そういうちょっと京野菜で鴨ナスとかね、万願寺唐辛子とか、そういうのもできますし、その他のここでしかできない農作物もあるっていう感じです。なるほどね。そうすると郷土食っていうとどんなものが代表的なのであるんですか。はい、小豆も特産品にありまして、はい、大納言小豆っていうのが特産品なんですけど、それ使ったおはぎとか、うまそう。あとは冬になったらお餅とか昔はこうお菓子とかない時にお餅ついてそれ乾かして乾燥させて薄く切って焼いたり揚げたりするかき餅っておかきですね。とか、あとちょっと珍しいので言うとサバがちょっとここよくこうサバを使う文化がありまして、でそのサバをにお腹の中にお米詰めてでちょっとこう発酵させるサバの慣れ寿司っていうのがあるんですよ。へえ。なんか船寿司みたいな滋賀県のね船寿司みたいなのをサババージョンなんですけど、それ慣れ寿司っていうのが結構郷土食であったりします。なるほどね。こう地元で今京丹波町では郷土食をお作りになる方っていうのは減ってきちゃってるんですか。そうです。ここがこの京丹波町がだいぶ高齢化が進んでまして、そこかやっぱり、でどうしてもこう若い世代は出ていったりしてまして、こう受け継げてないのとやっぱり高齢化が進んできて、その作るのもやっぱりどんどん大変になってきているっていう
うことと、はいはいはい、でいてはる方も若い人も結構やっぱ手間かかるんで、やっぱ郷土食とかって僕も勉強させてもらって思ったんですけど、めっちゃ手間かかるんですよね。あ、そうなんだ。だからやっぱまあちょっとわざわざこう作るのはっていう方もいらっしゃると思いますね。あ、なるほどね。まあそんな木下さんが取り組んでいらっしゃる様子のですね、はい、映像がありますので、ご紹介します。こちらです。郷土食を受け継ぐプロジェクトが始まり、まずサバ寿司を教えていただくことになりました。このナレーション私好きなんです。サバ寿司は京都が発祥 で、 可愛くないで、福井県若狭湾で採れたサバを京都に運ぶサバ街道というルートに京丹波町も入っており、昔からサバ寿司が作られてきました。サバ寿司うまい。そんなサバ寿司を教えてくれるのは坂本和乃さん。坂本さんの作るサバ寿司はサバをつける合わせ酢が特徴的で、30年間継ぎ足し続けた合わせ酢を使ってサバ寿司を作ります。すごい。いや、すごいです。これが坂本和乃さんの継ぎ足し30年のお酢でございます。この赤霧島のボトルがいいですね。だよね、だよね。入れていただいて、綺麗な、ね、色でいただきます。うまい。サバの、もうサバですね。サバの味するんだ。サバの味するんだ。まろやかな、甘みもめっちゃあるお酢ですね。そしてその継ぎ足し酢で作っていただいたサバ寿司を食べさせていただきました。あ、うまそう。これ見てください。これ絶対うまいでしょ。これは美味しいやつだ。分厚いサバなんですけれども、いただきます。めちゃくちゃうまいです。どうですか？おいしさ今日です。じゃあ今日ですか？一応木下弱っていうあの弱いっていう名前なんだと、おいしさ今日って強いって、なんかそんな言うたりするんですよ。すごい伝わりましたよ。僕も教えてもらった方法でサバ寿司を作り、坂本さんに食べていただきました。おう、おいしい。伝承させていただいたということでよろしいですか？どうぞ使って皆さんに広めてください。ありがとうございます。やっぱりこう今回のサバ寿司の特徴ってお酢じゃないですか。サバ寿司をそのまま僕が提供しないでお酢を提供する。ということで継ぎ足し酢の商品化に向けて京丹波町にいらっしゃる料理研究家の小平康子さんに相談させていただきました。小平康子さんは東京京都で料理教室を行っており、多数の著書、テレビラジオ等のメディア出演もされている料理家の方です。こんなところに住んでました。お酢を作るのをご協力いただけないかなと思いまして、はい、なんか私でできることがあれば、はい、はい、なんかちょっと考えてみます。よろしくお願いします、はい、すいません。いろんなお話をさせていただく中で、商品化を目指す上で継ぎ足しは難しいこと、サバ寿司専用は用途が狭いことなどが出てきました。なるほど。だからいろんなお料理にこのお酢を使ってもらうようにするのに、はい、サバ風味じゃなくって、はい、あゆは、あゆはあるんですよ。あゆ京丹波町はむしろ上品なるんちゃうかな。お酢の用途を広くして京丹波町の特産品であるアユを使う京丹波町ならではの魚のエキス入り万能酢を作ることに方向が固まりました。早速小平さんのお店でアユ酢の試作をさせていただきました。このアユならではの香りをお酢に生かしたりなんて。ということでアユ酢作りが始まりました。塩漬けして小骨を取ったアユの切り身に砂糖、塩、お酢を混ぜた合わせ酢をかけて片面5分ずつつけます。これで言ったらもう、はい、鮎の酢締めは言ったら完成。完成、はい、うんうん、いる。そうなんだ。うまい。美味しい。ねえ、美味しいです。上品。後味に鮎の香りがする上品なお酢ができました。そして酢につけた
鮎の切り身を炙ってきゅうりと和えて酢の物にしました。美味しいに決まってんじゃないですかこれ。いただきます。うん、うまっ。何ですかこの全て絶妙な美味しさは。そして完成した試作品を商品にするべく、うん、京丹波町にある道の駅なごみに相談に行きました。道の駅なごみは定番のお土産はもちろん、なごみオリジナルの加工品を販売したり、地元の飲食店がお惣菜を出品したりしている地域密着の道の駅です。道の駅なごみの藤田駅長にまずは試作品を食べていただきました。美味しいです。魚の臭みとかね、はい、ああいうの苦手なのこれやと食べれますよね。そしてあゆ酢、あゆの酢のものを道の駅なごみさんで商品にしていただけるか聞いてみました。これをお土産の人に言うとなると、やっぱり食味レベルの、あの、一人一人がやってますし、この状態の、レールを何度へ、始まっていくのか、やっぱそこら辺もしっかり気にしておいて、こういうところを組み合わせるの、あの、商品販売っていうところまでなので、はい。まあ、うちが許可が、ね、飲食店とか、販売許可とか、から何を出せるっていうところにはいかないので、ちょっと難しいみたいですね。木下さん、いいとこまで行ったのにね、悔しいですね。そうですね、やっぱなかなかこう商品化っていうのは難しいっていうのが分かりました。なるほど。パッとはできないなっていう。じゃあがっかりしました。そうですね、まあ、がっかりというか、なんかあのすごいお世話になってる方なんですよ、あの道の駅の方って。めっちゃいろんなことで、はい、あのご一緒させてもらってて、はい、家もすごい近いんで、はい、めっちゃお世話になってたんで、あのなんかめっちゃ優しい方やったんですけど、 なんか怒られてるんかないぐらい途中から怖なりまして。まあでもあのなんかあのようよう考えたら、それは簡単にはそれは商品にはねやっぱりならないなというところがいろいろお話聞いて分かった感じですね。なるほどね。最初の話戻りますよ。あの鯖寿司、あれはまたうまそうでしたね。はい、あれはすごいめちゃくちゃ美味しかったです。ね、あの特になんか、はい、あのやっぱり酢がそうなんか決め手なんか、なんかあのよくこう例えばスーパーで買ったりとかする鯖寿司とは全然あの違いましたね。あれ初めて作ったんですか、木下さん。初めてです。あの料理はもう隠したことなかったんで。でもすっかり伝承させていただきますっておっしゃってたじゃないですか。はい、ま、あの半ば強制的に言っていただいたんですよ。もうとにかくその質問をもう放り投げてしまったという感じになってますんで。ねえ、あの継ぎ足しのお酢はまた美味しそうでしたね。もうサバ風味がすごいんです。あのもともとつけた一回サバ寿司を作るためにつけた合わせ酢をもう一回瓶に戻してるんですよ。サバのエキスがもうそのしっかり入ってるんで。木下さん、そのこれサバの風味がこう閉じ込められてる感じなんですか。あ、そうです。もうサバの風味がもう閉じ込められずにバーッと出てきてる感じです。はい、閉じ込めきれてない感じで、もう溢れ出てるんですね。じゃあもうサバを食べてる感じなんですか。こう舐めて。そうですね、もうそうです。あのサバをそうですね、飲んでる感じですね。うわすごいな。これってでも商品化するとしたら、なんか、はい、あの何に流用できるとか何に使えるとか、そういうことをこう頭の中考えながら作られたんですか。いえ、あのだから僕は全くそこまで考えてなかったので、あの VTR にもあの出てきていただいたあの小平先生っていう料理家の方にいろいろお話をいただいて、まああの特産品の鮎を使ったらもっと味が上品になるからいろんな用途ができるんじゃないかとか、あの野菜を揚げた野菜をその鮎の酢につけたら、まあ野菜の南蛮漬けみたいなのも美味しいと思うしっていう、そういう感じでちょっといろいろお話いただいたんで、あの僕はもうちょっと何もそこまではこう考えてなかったという感じですね。
で逆に言うと、あの鯖寿司はこれ郷土食じゃないですか、うん、郷土食の伝承第1弾完了じゃないですか、はい、あ、そうですね、はい、すごいですねこれもうお一人で全部作って、これがあの京丹波町の郷土食の鯖寿司ですって、はい、人にも振る舞えますでしょ、うん、とちょっと難しいような気もします。 なんでですかさっきねその V を見てたら美味しいって言ってもったら、そうそうそう、あのもしかしたら教えていただいた坂本さんもテレビのことをすごく考えてたなと思う、あのお酢継ぎ足してるお酢は伝承できたんですか、はい、あの自分で最初作ってみようと思ったんですよ、うん、でもやっぱりまあ全く近づかなかったですね、僕程度のあれでは。難しいんだね、やっぱりね、熟練の技なんでしょうね、うん、そうですね、で調味料いろいろ混ぜてはるんです、その調味料の種類を教えていただいたんですけど、うん、あのその分量に関しては良い加減でやってんねんっていうことで分量は一切教えていただけない、全部多分感覚でやってはるみたいで、それが郷土食なんですね、やっぱり長年の経験とその感覚で、やってはるということをやったんで、ちょっと自分では作れなかったです。ねえ、あの鮎のお酢もすごく品が良さそうで美味しそうだったじゃないですか。そうですね、まただからサバのお酢とは違った、うん、あの上品な美味しさですね。鮎ってこうあの天然物ってこうちょっと、うん、なんていうんですかね、あのスイカみたいな、そうそう、味というか、ちょっと緑の、ね、香りが、爽やかな香りがするんですよ、はい、でそうなんですよね、あのそれが最後香ってくるっていう、すごいね、あの美味しそうな鮎のお酢を、はい、道の駅の中見さんに売り込もうって言うんで、はい、これ木下さんご自身で連絡して今から売り込みに行きますって言ったんですか。あ、そうです、もうちょっとお話聞いてもらっていいですかということで行かせてもらいまして、はい、でまあ、あのほんまに駅長もあのお話ししてくださったあの女性の、まあ、菅沼さんという方なんですけども、あのすごいお優しく、多分めちゃめちゃお忙しいと思うんですけど、ちょっと聞いてくださったという感じですね。ありがたいですね。いや、まあ、ありがたいことです、ね、中野さん、でも、はい、ああいうものの商品化っていうのは本当にこう難しいんでしょうね、いろいろステップがあって。そうでしょうね、やっぱりその、まあ、道の駅で販売してるっていうことはその安全性を担保しなきゃいけないじゃないですか。そうですね、そうですね、そうするとこう本当に万が一でもこうなんかそのトラブルがあったりとか、あ、まあ、よくあるのが食中毒が出ましたとかね、そういうことがあったりとかすると、そのせっかくできているその道の駅全体のその評判を落としてしまうとか、そのこう信頼を損なわれることになるじゃないですか。そうするとやっぱりそのこう冷たい感じではないんだけれども、こう慎重に慎重に、もう本当に石橋を叩いて渡るような感じでその商品化をしないと、万が一ってことを考えてらっしゃると思うんですよね。アイデア自体は多分ね、私ね、素晴らしいって認められたと思うんですよ。ただそのこうあの商品の安全管理だったりとか衛生管理っていう部分に関してはより一層ブラッシュアップしなきゃいけないんじゃないかなってことなんだと思います。なるほどね。あ、なるほど。ね、いやでも実際その、あのそういうお話もやっぱりこうその食品衛生上のお話とかは結構いろいろお聞きしました。あ、なるほどね。木下さん、これでもうアユズは諦めちゃったんですか。諦めかけてたんですけれども、おあの、まあ、なんとかちょっとこう頑張りたいなと思ってまして、鮎が1年のこの夏の時期、まあ、7月、まあ、6月の後半から、まあ、9月ぐらいまでのこの時期がちょうど鮎の時期なんです、はいはいはい、だから今の時期がちょうど鮎の時期なんで、もう一回ちょっと何か、この鮎酢に関しては動けたらなと思ってます。行きましょうよ、行きましょうよ、はい、応援しますよ、ね、ありがとうございます。他にもなんかこの郷土食開発されてるんですか、今もうすでに。一応あの京丹波町発祥と言われているあの黒豆を使ったお菓子がありまして、はいはいはい、豆絞りというお菓子なんですけど、豆絞り、はい、それをそれ黒豆を煮た黒豆を乾燥させたようなお菓子なんです、うんうん、あの甘納豆に似たようなお菓子なんですけど、なんだかんだ2品3品ぐらい進み始めてる感じですね、はい、じゃあね、今回のその VTR に収まらなかったんですけど、郷土食に関しては今で6つ、お、そんなに6つか、はい、5つか6つぐらい教えていただきました。へえ、いいじゃないですか。京丹波町の郷土食は
木下寂さんに聞けば全部わかるっていう時が、そんなに遠くない未来に来そうですね。それをちょっと目指してます。あのなんとかこういっぱい教えていただいて受け付けていけるようにということで、はあ、で教えてもらったのをなんか形に残してます？例えばわかんないですよ、本にするとか、わかんない、あの YouTube にアップするとか、なんかしてます？はい、一応あの作って映像にしたものをあの YouTube に上がっております。お、いいじゃないですか。どうですか評判は？はい、今のところ僕のところには何も届いてないですちょっとそっちを 再生回数の方はちょっともしかしたら少ないかもしれない。宣伝が、まあ、今からちょっと宣伝が。木下さんいいですか、あのさっきおっしゃってたその6つのレシピっていうのは具体的にはどんな品物ですか？はい、あの一番最初にお話しさせてもらったおはぎ、はいはいはい、これがあのあんこといいますか、あの小豆使ったあんこのおはぎと、はい、おはぎと栗のおはぎ、はい、で、かきもちっていう、うん、あのおかきですね、うんうん、で、なれ寿司、なれ寿司、で、豆絞り、はい、あとは何でしたかね。サバ寿司は入んないんですか？あ、ごめんなさい、ごめんなさい、サバ寿司もお願いしますよ。あとはたけのこ料理ですね。あ、それも美味しそう。そうです、やっぱ京都ってあの、まあ、ここよりももっと京都はあの、うん、のさらにもうちょっと南行ったところにタケノコの本場のところはあるんですけど、はいはいはい、やっぱここら辺もあの山とかの竹林めっちゃあるんでタケノコが結構春になるとすごい取れまして、タケノコ料理を教えていただきました。で、あと山菜ですね、山菜を使った料理も教えていただきましたね。なるほどね、はいはい、木下さんそういうのをその習ってそのレシピにして、はい、その全部こうメモしてるわけじゃないですか。それをもう一回そのこう同じように再現するっていうのは結構その難しいんじゃないですか？あ、そうなんですね。僕も教えていただいて、一緒に作らせていただいてるんで、うん、自分でさあやるってなると、まあ、果たしてできるのかっていうところは、はい、あのすごい全て他力本願でちょっとやらせていただいてますあのちょっと不安な部分もあるんですけど、まあ、なんとかちょっと作れる時が来たらなと思ってます。ああね、あのまだ地元の金の下さん、うん、まだまだやねって言われてる感じですか？うん、いやそうです、あの皆さんやっぱりお優しいんですけども、もっともっと頑張りやというふうに、応援していただいてる感じですね。ね、でもなんか楽しみですよね、うん、これから。そうですよね、特にその木下さんみたいにその若い人がこの地に根付いておやりになっていて、なんかこう子供が頑張ってるみたいで可愛いじゃないですか。ですからこうやって教えてあげたいとか、そういうのがこう今つながってると思うんですけれども、やっぱりそのご高齢の方たちっていうのはそのずっとこう残してきたその伝統文化に根付いたその、食事というのがですね、このままそのレシピがなくなったりとかすると耐えていく、それをやっぱりその残すっていう意味でもすごく価値のあるお仕事をされてるんだななんて思いました ね。ありがとうございます。あの木下さん、あの芸人さんとしてのお仕事はどうされてるんですか？はい、僕はですね、あの大道芸をしてまして。大道芸、あの、はい、曲芸みたいなことをしてますんで、はい、まあ、いろんなお祭りとかあのイベントとかに行って、まあ、そういう、こう曲芸したりとかいうのをしてます。じゃあ地元密着型でいろいろおやりになってるんですね。そうですね、もう京丹波町のおかげで暮らさせていただいてます。いやぜひなんかいい形で残していただいて、それをこうレシピ本なのか、はい、レシピ YouTube なのかなんかね、それで100種類ぐらいできたらいいですよね。そうですね、いや本当にだからいろいろ今でもまだなんかあの教えていただいてない京都食いっぱいありますんで、はい、それを一冊の本にできたら本当に嬉しいなと思います。すごいですよ、はい、ね、ぜひ頑張っていろいろと、ね、教えていただいて伝えるべく本かなんかにしていただけたらいいなと思いますので頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また新曲の教えてください。お願いします。お願いいたします。ありがとうございます。いや京丹波町の郷土食、はい、ああやって聞いていくとなんか
うん、このくらい入れてたからさっていうところの塩梅が本当に難しいんですね、はい、そう難しいんじゃないかなと思って、ね、私はほとんど料理できないんですけれども今のその VTR とか見てても、まあ、あっさり免許改善してましたけどそれもう一回作れるのかななんていうふうに思ったりとかそうです ね、はい、でそれも多分こう何度かこうそうやって、はいこう料理をすることによって、はい、よりこう本物の味に近づいてくるのかななんていう思いますよ ね、まあ、ちょっと時間かけて頑張っていただいてね、はい、伝承者として頑張っていただきたいと思いますね、まあ、木下寂さんも含めてですね吉本の住みます芸人の皆さんの取り組みの様子っていうのは YouTube の住みます芸人チャンネルこちらでご紹介してますんでねこれチャンネル登録していただくと事業の応援にもなりますのでぜひ皆さんご覧いただいてチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。さて次回はですね熊本県で熊焼酎を広めるためのオリジナル商品の開発に取り組んでいる様子こちらをですね取り上げてまいりたいなと思います。はい、中村龍太郎さんありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、4ナナフォーカスまたお会いします。